ナースが教える全身麻酔、シンプルに考えようです。まあ、麻酔っていうふうに聞くと、わかんない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 ってなると思うんですけども、まあ、シンプルに考えてみましょうっていうことですね。麻酔で寝てるのと、夜寝てるの。まあね、ここをね、比較してみようということで考えています。はい、というわけでですね、我々が普段まあ寝てると、どんな感じかっていうと、まあ、だいたいこうやってですね、寝返りを打ったり、あとは寝相がこうやって悪くなることもある。まあ、要はですね、無意識にまあ動いちゃうよっていうことがあります。で、次にですね、寝ていて、で、目覚まし時計が鳴って、で、誰かが起きて、っていうふうに言って、それでも起きなければ体を揺すって、で、まあ、時にはバシっていうふうにね、寝てる時に叩いたりすれば、当然、こういう刺激によって、ね、っていう感じで起きるじゃないですか。まあ、要は、次はですね、刺激、痛みに対して、まあ、反応するんだ、っていうことですよね。で、さらにですね、すごい疲れて、バタンキューっていうふうにこう寝ると思うんですよ。で、どんなに疲れて寝ていてもですね、まあ、ある程度時間が経てば、自然と目が覚めるじゃないですか。ずっと寝ててって言っても、絶対にいつか目が覚めると。で、さらにですね、こうやって怖い夢を見たらどうなるかって言ったら、当然ガバッていきなり起きるわけじゃないですか。まあ、こういうわけで、まあ、目が覚めちゃうよ。途中でっていうことですよね。で、これが集中に起きると、どんなことになっちゃいますかねっていうことです。ね、当然、ね、手術したらバーッと起きたら、それはびっくりして、まあ、困っちゃうわけじゃないですか。で、そこをね、先生が、じゃあ動くな、何があっても動くな、何があっても痛みを我慢しろ、ずーっと寝ててくださいって言っても、そんなことできないわけですよね。はい、ではですね、集中にどうするかっていうと、まあ、薬を使って、それらを止めていくということなんですよね。で、それを一個一個ね、見ていこうかなというふうに思います。動かないようにするには、筋弛緩薬。痛くないっていうふうにするには、鎮痛薬。目が覚めないっていう状態を作るには、鎮静薬。これを使っていきます。で、動かない、筋弛緩薬ってありますけども、これ、普段、先生は、手術中に血管神経臓器、こういうのを扱ってるわけじゃないですか。で、患者さんが一度動けば、ね、こういう感じで全部切れてしまうということですよね。で、普段我々、お湯を沸かしてですね、そこに手をパッと近づければ当然ですね、熱っていう風になってですね、無意識に避けるじゃないですか。で、さらに、まあ我々こうやってあーって口開けて、そこに指をズボって入れたらば、当然、おえーってなるじゃないですか。ね、で、麻酔の時に何するかって言ったら、こういうことしてるじゃないですか。ね、当然、これ、普段だったら当然、おえーってなっちゃいますよね。で、さらに、ね、こうやって掃除普段してる。その時に、このホコリが体に入ったら、こうやって咳とかくしゃみするわけじゃないですか。ね。で、これ、熱とか、おえとか、ごほんごほんって咳をする。これって反射っていうじゃないですか。で、これ、正常な、まあ、反応なわけですよね。だけど、これがひとたび集中に起こると、まあ、大変なことになってしまうよと。ね。で、それを、有害反射っていうふうに呼んで、で、これを薬で止めなきゃいけないということなんですよね。で、さらに、普段ですね、我々が、じゃあね、誰かみんなの前に出て発表してくださいっていうふうに言われて、で、それで何かプレゼンしたりするというふうになったらどうでしょうかね。皆さんこうやってね、緊張してしまって当然全身ガチガチになると思うんですよ。でですね、実はですね、体もですね、こうやってね、手術するときにですね、まあ緊張しているような状態で筋肉が硬いんですよね、実は。で、これだとね、先生ね、手術がね、やっぱりやりにくいというのがあるんですよね。なので、これもね、ストップしなきゃいけない。というので、この筋弛緩薬を使うということなんですよね。まあ、これで手術ができるわけがないわけですね。で、このね、筋弛緩薬使ったって言ってもですね、今度はですね、痛み止めのことを考えていかなきゃいけないですよね。ね、集中に、痛って言って。で、それをですね、根性でですね、なんとか切り抜けてくれと。そう言われてもですね、まあ、痛いところをですね、根本的にこう、ぐりぐりするわけですよ。で、さらに、こうね、それを我慢してくれっていうふうに言うと、当然ですね、もう心臓はドキ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 して、で、それですね、血圧はですね、どん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 ですね、こうやって上がってっちゃうわけですよね。我慢してるわけだと。ね、そんな状態ではね、当然手術なんかできないじゃないですか。だから、痛くないっていう状態を作るために鎮痛薬を使うということですね。で、これでね、手術ができるかなーっていうわけがないわけですよね。ね、当然、この動かない状態を作った。痛くないっていう状態を作った。
はい、で、次にどうするかっていうと、目が覚めないように鎮静薬っていうのを考えていかなきゃいけないんですよ。で、今から手術しますっていうので、手術が終わるまで、今から寝てくださいっていうふうに言われて、寝れますかね？ね。だって、話し声が聞こえて、ね、体が筋弛緩薬使ってるから動かない。で、痛み止め使って痛くないかもしれないけども、目は覚めてる状態なんですよ。で、これがどんな状態かって言ったら、要はですね、金縛りのような状態なわけですよね。で、この状態でいて、ああ、体が動かない。で、手術はやっている。一体何時に終わるんだろう。こんなことを考えながらずっと過ごさなきゃいけない。寝たくても寝れない。ね、ずっと何かこうね、悩まされているような、そういう感じなわけですよね。とてもじゃないけども、不安で寝れないということなので、しっかり寝れるように。手術中に目が覚めないように、手術が終わって目が覚めるような状態。こういうことをお薬を使ってコントロールしていかなきゃいけないというわけですよね。ああ、というわけでこれで手術ができるわけです。ね。実際にこの筋弛緩薬、鎮痛薬、鎮静薬、これね、バランスをとって手術をしているわけですよ。で、これが基本なわけですが、筋弛緩薬や鎮痛薬、鎮静薬、このバランスが崩れてですね、筋弛緩薬がだんだん切れてきてしまった。そうすると当然体が動いてしまうので、当然危ないじゃないですか。ね、同じように鎮痛薬、ね、痛み止めが切れてきたらどうなりますかね。当然痛いですよね。ね。で、鎮静薬、これが切れてきてしまったらどうなるんですかね。当然、金縛りのような状態になってしまって、意識はあるんだけども、まだ手術は終わっていない。そういう状態でずっと不安な中起きてなきゃいけないということですよね。はい。というわけでもう一回おさらいすると、動かないようにするために筋弛緩薬。痛くない状態を作るために鎮痛薬。目が覚めないっていう状態を作るために鎮痛薬。これを使って手術は行われていると。ね。というわけで、これが、全身麻酔についてのお話でした。はい。ナースが教える全身麻酔、シンプルに考えよう。おしまいになります。